ドンフアン池は南極ベクトリアランド、ライト谷南枝の生端部にある、小さくてしかも非常に浅い湖床である。南側をアズガルド山脈、北側をダイス峠に囲まれている。生端には小さな支流と岩石氷河と呼ばれる特徴的な地形が見られる。塩分濃度は40%を超え、これは判明している限り地球上の水体の中で最も高い。 ドン・ファン・イケ、ドン・フアンコ、ドン・ファンコなどとも呼ばれる。人が訪れたのは1961年であり、池の調査団を輸送した二人のヘリコプター操縦士、ドン・ロー・中尉とジョン・ヒッキー・中尉にちなんで命名された。発見時、池の水温は摂氏マイナス30度だったが凍っていなかったという。ドン・ファン・イケは浅く、 底部も平面上の超塩湖であり、視界やジブチ共和国のアッシャル湖より高濃度の塩分を持つ。視界の塩分濃度が海水の9.6倍であるのに対して、ドンフアン池のそれは18倍以上と言われている。ドンフアン池が南極の低温においても滅多に凍ることのない唯一の塩湖であるいう事実は、世界中の塩湖の中でもトップランクの塩濃度を持っていることを意味する。 ここは地下水が流出する場所だと解釈されている。湖水の塩成分はカルシウムとナトリウムである。池の周辺は水分が蒸発した後の食塩と塩化カルシウムで囲まれている。池の面積や水量は刻々と変化している。1977年の米国地質調査書、地形図ではその面積が0.25平方キロメートルだった。だが、 近年面積は減少してきている。1993年から1994年にかけての水深は30センチメートルだったが1997年1月の調査では10センチメートルに減少し、1998年12月には数十平方メートルの箇所を除いてほとんど水がなくなってしまった。残った水のほとんどは、 池の中の大きな塩の塊の周囲にできたくぼみの中だった。計算された湖水の成分は水温がマイナス摂取51.8度の時、かかる2が3 7 2モルキログラムで NACL が0 5 0モルキログラムだった。これは湖水1キログラム中の重さに換算すると、かかる2が 413g、NACL が 29g となる。 1963年に日本の調査団がドンフアン池の水中から採取した無色透明な鉱物が後に新鉱物に認定され南極石と命名された。ドンフアン池は画面左下グーブ近く。ありがとうございます。